なんで術者がね力を入れることなくですね、つまり患者さんを壊しにくい、安全な施術になります。体を前に倒した時に痛い腰痛に効果的です。はい、こんにちは、ゴッドアンド通信の関野です。今日の動画は足を下ろすだけの腰痛解消テクニックパート2を紹介します。今日の動画は患者さんの足を下ろすだけで完了するので簡単にできます。まあ先日の動画でも足を下ろすだけの腰痛解消テクニックを紹介しました。まあ先日の動画はですね、腰をひねったりとか横に倒したりした時の腰痛解消テクニックでしたけど、今回は体を前に倒した時に痛い腰痛に効果的です。ぜひ動画を最後まで見て真似してください。それでは足を下ろすだけの腰痛解消テクニックパート2のスタートです。はい、テクニックを紹介する前に簡単に解説をしていきます。やり方だけでなく知識も深めていただきたいと思います。今回の足を下ろすだけの腰痛解消テクニックですけど、どんな腰痛に効果的かというと、オープニングでも言った通り、体を前に倒した時に痛い腰痛です。で、狙う場所としては腰椎であったり、その周りの脊柱起立筋群です。他にもですね、ももの裏のハムストリングスや骨盤周りの臀筋群にもアプローチをしていきます。体の後ろ側をメインにアプローチできるテクニックとなっております。ハムストリングスや臀筋群に不具合が生じると、体を前に倒した時の腰痛につながるので、ここも同時にアプローチしていきます。はい、そんなわけで実際にやり方を紹介していきます。はい、それではですね、腰痛解消テクニックのパート2を紹介していくんですけれども、今回ですね、前屈した時に痛い腰痛になります。で、まあ、体の後ろの部分ですね、脊柱起立筋だとか、あとは腰椎がうまく動いていなくて痛みが引き起こしている人が結構多いので、そういったところに今回はアプローチしていきます。でですね、患者さんの姿勢なんですけれども、このように横向きで寝ていただくということです。はい、でこの時も体が丸まったりとかひねったりしないように、ちゃんとまっすぐに横向きで寝てもらうように心がけてみてください。でビフォーアフターなんですけれどもね、この施術の時のビフォーアフターなんですけれども、僕の場合はですね、こういうふうにこのまま横出て、膝が胸までつくかつかないかみたいな感じでチェックしてます。この画角からだと分かんないと思います。分かんないと思うんですけれども、こういう動きです。こういう動きで胸につくかどうかっていうことをね、ちょっと見させていただいております。はい、でですね、実際にやり方を紹介していくんですけれども、はい、左足やるときはこの右手でですね、足の裏とかこういった内くるぶし、ここのところを持って支えます。で、この反対の左手は膝下をサポートします。こういう形見えます。はい、したらですね、あとはそのまま軽く上に持ち上げながら、あるかな、ちょっと後で別価格か取るね。上に持ち上げながら股関節と膝屈曲させます。はい、でこのままですね、足を下ろしていきます。ベッド方向にね、ベッド方向に膝を下ろしてくる。で下ろしながら膝を伸展させていくという形です。膝を伸ばしながら患者さんをこの膝をベッドに近づけていくように下ろしていきます。でも実際の現場だったらもうこういうふうに膝つきながら、こういうふうにただただ下ろして、でこの時もね、患者さんの足の重さで下ろしてください。術者が下に無理に力を入れる必要はありません。患者さんの足の重さでこのようにベッドに膝が内側がつくようにしていただければ OK で、膝を曲げながら戻していくという形になります。これでさっきよりもいってれば OK だよということですね。まあ、簡単なやり方はこういった形になりますので、ちょっと別の角度からですね、もう一回映像を撮りたいと思います。はい、そしたら別角度からですね、反対の足をやっていきたいと思います。患者さんをですね、まっすぐに寝ていただいて、まず検査としてはこんな感じ、はい、こんな感じで膝がどこまで胸に近づけるかなっていうところをチェックしております。はい、そしたらね、やり方を紹介していくんですけれども、今度は右足を施術するので、左手で足の裏から内くるぶしをキープします。で膝の内側をサポートします。で少し上に持ち上げながら、こんな感じです。ちょっと大げさにやってますけど、こんな感じです。こんな感じで膝を曲げながら股関節を屈曲で、これで止まったら、止まったところでいいです。止まったら膝をベッドに近づけていくように下ろしていきます。でこの時にですね、この股関節の屈曲、これをキープしてあげてください。これ大事ね。これ下げる時にそのまま抜けてしまいますとあまり効果はありませんので、しっかりと屈曲した状態を、止まるところをキープします。でこのまま下ろしつつ膝を
伸ばしていきます。こんな感じです。わかるかな、僕邪魔で、こういう風に足を下ろしていくだけです。で、患者さんの足の重さを使って下ろしています。なんで術者がね、力を入れることなくですね、つまり患者さんを壊しにくい、安全な施術になります。で、こういう風に足を下ろしている時も屈曲位は必ずキープしてあげてくださいね。で、膝が伸びきるような形で、もも裏が硬い人はね、綺麗に伸びないかケースがありますので、これも無理ない範囲でね、止まるところで構いませんので、膝を下ろしながら膝を伸ばしてください。はい、これで綺麗に伸びた感じになります。で、これでですね、このお尻の周りとか腰のところしっかりとね、いいアプローチができているのと、あとはここに膝を下ろすことによって体をひねる動きを使ってはいますので、腰椎のところもですね、広がっていくような施術になっていきます。これでもう一度チェックしていくと、さっきよりも行きやすいですねみたいな感じで、患者さんと先生とで価値の共有を行っております。ぜひ真似してみてください。はい、いかがでしたか。簡単にできますよね。で、今回もですね、前回に引き続きベッドがあるとやりやすいテクニックになってしまいましたが、今回に限ってはですね、ベッドがなくてもできるかもしれません。なので、ベッドがないよっていう人もですね、一度チャレンジしてみてください。決して難しいやり方ではないと思います。ポイントとしてですね、股関節のこの屈曲が止まる位置、あとはそうなっていると腰椎が広がっている状態になります。腰椎と腰椎の間だね。その広げたまま操作するのがポイントになりますので、繰り返し動画を見ながら練習してみてください。はい、そんなわけで今回の動画は以上になります。今日の動画が役に立ったという方は高評価ボタンを押していただきたいのと、質問やリクエストがあればどんどんコメント欄に記入をお願いいたします。あとはチャンネル登録もお願いいたしますね。はい、それでは今回の動画は以上になります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。